皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、自信がないから前に進めないという人が陥っている、たった一つの大きな勘違いということについてお伝えしていきたいと思います。これ、結構ね、あの、よくお話ししている人多いテーマで、ドキッとした人多いタイトルなんじゃないですか、と思うお話です。 これを話そうと思ったきっかけがですねあのここのところ、私ちょっとあのリアルの、ね、対面のセミナーが続いていてやはりあの、ズームのセミナーと違ってですね例えば、まあ、その場の休憩時間とかですね、まあ、お昼の時間とか、まあ、そういう時にでも、まあ、お悩み相談的な、まあ、雑談的にいろいろ相談を受けるんですよ。でそこであの非常にやっっぱり、ね、多いなっていなてうのが あの自信がないから前に進めませんっていうことをおっしゃる方がですね、まあ、前々からよくいるの知ってるし何度かあの私も、ね、いろいろなシーンでお話をしているんですけれどもやはりあの3連続ぐらいでセミナーをやるとですねあそういう方たちが続出するんですよ。で、もうこれはですねちょっと言うておかねばならぬと。 思いましてでこの動画を撮っているわけですなので自信がないから前に進めないというふうに言っているないしはえ心の中でつぶやいているというあなた <laughs> あの心してこの動画聞いてくださいあの聞く心の準備ができてない人はここで動画を閉じていただいても大丈夫ですまあそ,それなりのことを言うっていうことですよ はい。なので、あの、怖いもの見たさで聞きたい人は聞いていただければな、というふうに思っております。さあ、本題に入りましょう。えっ、ー、と、こちらのタイトルですね。自信がないから前に進めないという人が陥っている、たった一つの大きな勘違いですね。これは、えっ、ー、と、順番が逆ですという話です。順番が逆。 つまり、自信がないから前に進めないんじゃなくて、自信がないからこそ前に進まないといけないんですよ。前に進んで何か事象を得たり、事象,事象を得るっていうかうん、経験を得たりすることによって、検証することができて、そうなのかと。 改善することができて、そして自信になるんですよ。だから、自信がないから前に進めないって言ってる人は、永遠に自信が持てないんですよ。わかりますかねこの感じ。ほぼこれです。皆さん。あの、まあ、要は、一言で言ってしまえば言い訳してるだけですよねっていうことを言いたいんですけれども、<laughs> 前に進まないから自信がないんだというふうに私は言いたいんですよ。どちらかっていうと。もう一回言いますよ。前に進まないから自信が持てないんです。はい。だから大きな勘違いっていうのは逆ですっていうことなんですよ。前に進まないからいつまで経っても自信にならないんです。前に進んで 経験する。それはもしかしたら痛い思いをすることになるかもしれません。だけれども、夢を追いかけるってそういうことじゃないですか。あの、対外教室の先生になりたい方とかね、まあご自身で授業を起こしたい、誰かのために役に立ちたいっていう志があって、その仕事しようって決めましたよね。それって、そんな簡単にうまくいきますか っていう感じんですよラッキーなことにうまくいっちゃう人も多いです。ラッキーなことに。多いですって言い方変だな。い,います。一定数います。うまくいっちゃう方も一定数います。だけれども、大抵やったことがないことをやる場合ってうまくいかないことの方が多いということがまず前提と考えた方がいいです。で、このタイプの思考の人ですね。 自信がないから前に進まないっていうのは、イコール失敗したくないっていうことなんでしょうけど、失敗しないで綺麗な状態で全てがうまくいくなんていうことは、ほぼありえないと思っていいです。はい。はい。ほぼありえないです。だから、やらない限りは自信になんかならないんですよ。自信は何から生まれるのかって言ったら、行動から生まれるんですよ。行動して、 そこで起きた現象を分析するんです。そして、じゃあそうならないためにどうするか。もうこれの繰り返しでもうならないぞ。よしっていう自信なんですよねで。価格も一緒です。自信がないから価格がつけられませんとか言うんですけど、じゃあ逆に質問したいんですけど、値付けねするためにですよ。ど、どういう ことしたら自信ができるの <laughs> って私聞きたいだってある程度のことって当然皆さん勉強しているからまあ先生になりたいって思うわけですよねじゃあどこまで勉強したら自信持って自分が好きな価格つけられるようになるんですかってだから自信なんて結構乱暴なこと言いますよ 自信なんていらないんですよ。そういう意味から言えばですよ。自信がないから前に進めないとか言っちゃうんだったら、いや、自信なんていらないから前に進んでください。行動してください。以上って感じなんですよ。私から言えば。そこから自信をつけていけばいいんですよ。だから、あの、自信がないから前に進めないって言ってる人って、謙虚そうに聞こえるじゃないですか。一瞬。 謙虚そうに聞こえるじゃないですかでもね実はプライド高いんですよ失敗するっていう自分を見るのが自分で嫌なんですだから失敗したくないから自信がないっていう言葉でごまかして前に進まないだけなんですよ本当にお客さんを救いたいとか自分の夢を叶えたい人なんて恥も外聞もなくしてガンガン前に進んで いっぱい失敗して、いっぱい経験を得て、そんでうまくいくんですよ。だから、失敗が嫌だっていう人が、大体自信がないっていう言葉で言い訳をして、前に進まない自分を正当化してる方が多いです。はい。多いと思います。勉強ができてないから、いや、じゃあどこまで勉強したら、あの、自信が出るんですかみたいな話なんですよ。 あの、こういう話聞いたこともしかしたらあるかもしれないんですけれども、学んだことって、学んだだけでは定着しないんですよ、体に。何かいい、えー、セミナージプシーっていう言葉とかも私よく使いますけれども、セミナーでいくら学んでも全くうまくいかない人って、あの、学んでるんじゃなくてね、ただ聞いてるだけなんですよ。 体に初めて落ちるのはその内容を理解して実践した人が初めて学びとして落ちるんですよ。で、その学びの度合いが深まるのって自分が学んだことを人に伝えたときなんですよで私。私のね、コンサル生のメンバーさんにもよく言ってるんですけど 人に知識を伝える場合って、伝える相手の5倍ぐらい知ってないと伝えられないんですよ。ということは、5倍ぐらい知るっていうことはどういうことなのかっていうと、もう実践なんですよ。実践。その理解した内容まず自分で動く。あ、そういうことなのか。それを伝える。だから説得力もあるし、信じてもらえるんですよ。 自信がないから前に進めないって言った段階で自分の可能性を全て自分でシャ,ットシャットダウンすることになります。そしてもっと悪いことに脳の仕組みから言うと言葉を主語とかね、なしに脳って聞いちゃうんですよ。だから自信がないから前に進めないっていうふうに言った瞬間に自信がなくさせて前に進めなくさせるような現象を起こします。 はい、だから言えば言うほど前に進めなくなります。はい、だから、あの、謙虚なふ,ふりをして、実はプライドが高いと私は思っています。そして謙虚なふりをして、実は頑固だとも思っています。そういう言葉を言っておけば、失敗したときに言い訳が立つからです。自信がないのに無理やりやって失敗しちゃったって言えるように自信がないっていうのを一応言っておいてみます。 だったら自信があるって言って、で全力で向かってって、玉砕する方がかっこよくないですかうん。って私は思うんですよ。私は基本、自信がないっていう状態で相手の人にサービスを提供するとかね、そういう状態って失礼だと思ってるんですよ。だから自信がある状態にします。ということは、 自分で自信がある状態ってどうやれば作れるのって言ったらその言葉の通りです自分を信じると書きますで自分を信じるためには何をするのかって言ったら動いてぶつかって転んで立ち上がるしかないんですよだって学んだ知識が本当かどうかとか自分で試さないと分かんないじゃないですかだから動いいててない人に限って 自信がないから前に進めないって言います。はい。だから、何も行動してないところには、何の、何の改善も生まれないんですよ。なので、あの、一つ、仕事としてですよ。あの、仕事にしたくないんだったら別にいいんですよ。趣味に自信なんていらないから。やりたいからやるだけでいいじゃないですか。だから、仕事にしたいんだったら、 やらないといけない部分ってあるじゃないですか。だって、あの、本でね、読んだだけの知識を教えてくれる先生と、その人が実際に学んで、やったことを教えてくれる先生ってどっちの方を信じますかっていう話ですよ。まあ、じゃあ、もっと言うと、命に関わる話しましょうか。えっ、ー、と、医学部です。医学書、すごいもう勉強しました。大学生。 手術まだ一回もやったことありません。っていう人がね、いたとして。で、その人が、こういう病気は、こういうふうに切って、こういうふうに治したら治す、治るんですよって、口で言って、でも一度もやったことがない。っていう人に命預けられますかって話ですよ。もちろん、その、ね、いろんな先輩の意思について、 実際の実習があって、初めてね、その患者さんっていうことになるんでしょうけれども、それっていうのは結局実地があるわけじゃないですか。だから、一人前のお医者さんになっていくんですよね。で個人事業主の方が、そういう誰かがついてっていうふうに、ちゃんと全部見守ってっていう人がいればもちろんいいですけど、基本は自分で頑張るしかないんですよ。基本はね。エンターがいてとか、 並走する人がいてとかいう場合にはもちろんそれはそれです。だけれども自分でやるんですよ。その段において前に進まないということは何も生まれないということなんです。だから私が言いたいのは逆ですっていうことなんですよ。自信がないから前に進,まない進めないんじゃなくて前に進まないから自信が持てないんですっていう逆です。だから や、やっちゃってくださいっていうの <laughs> そしたら自信がついてくるから、みたいな。そんな感じです。で、マインド的に無理なんですっていう人は、自分を信じるっていうことが、どういうことなのかっていうのは、小さなステップでもいいから、自分に対する信頼がない人って、本当に軸がブレブレですよ。自分を信じてないから。あの、話を聞いてても、 二点三点するんですよ。自分軸がない人って。そういう人って信頼されないです。だから最低でもそれが、えー、間違ってると人から言われるときに自分の思想はこうなんだということをその間違っていると言った人に主張することができるかどうかなんですよ。だって個人の考えは個人の考えなんだから いいじゃないですか別にで大概は人から言われないように無難に振る舞おうとしていますだから自信がないっていう言葉を隠れみのに従りますだってそう言っとけば失敗してもほら自信がないって言ったから失敗しましたって言い訳できるじゃないですかだからその楽なところに自分の身を置いた状態で例えば授業を起こすとかね やろうとするっていうのは、やっぱビジネスっていうところから考えると、考えが甘いですよっていうことです。あの、現場なんですよ。やっぱり、答えがあるのはね。だから、いくらセミナーで学んでも、いくら企業塾で知識入れても、いくらコンサルつけても、やらない人って全然成長しません。よ。<laughs> やって初めてね次の道が見えるんですよだから一歩踏み出せない人はその自信とか関係なくまずやる <laughs> もうとても答えはシンプルですあの本当に本当にねあの多いんですよそう自信がないから前に進めませんとかっていう方進まないから自信が持てないんです もう答えはね、シンプルなんです。すごく。だから、その勘違いはやめましょうって言いたいの。私はね。はい。だから、あの、勉強いくらね、したってね、してもしても、それを一個ずつ行動にして吸収しない限りはね、自信なんていつまでたってもつきませんよ。え、私は思います。はい。だから、あの、まずはね、動く。 そうすると、次のステップが見えてきます。なので、行動せよということを私は今日特に伝えたいと思って、この動画でお伝えしています。はい。ということで、じゃあまとめに行きますね、えー。自信がないから前に進めないという人が陥っている、たった一つの大きな勘違い。それは、 前に進まないから自信がつかないんだということに気づいてください。はい、なのでこれをね口癖にしてる人は自分で自分に呪いかけてるのにほぼ等しいのでまずその言葉を封印する、はい、そういうふうにして言っていただくだけで人生ずいぶん変わると思います。はは。い、い。以上でです。頑張ってくださいそれでは